応援してくださる皆さんのおかげでいただいた賞なので、あの皆さんと一緒にあの喜べたら嬉しいです。あの本当に感謝してます。ありがとうございます。撮影でお世話になっているスタッフさん方におめでとうっていろんな現場で言っていただいたりだとか、あとはこのカバーガール大賞が目標ですっていうのをあの公言して活動させてもらっていたので、あの応援してくださるファンの皆様もあの一緒に喜んでくださったことが本当に嬉しかった。一番印象的なのはあの二階堂ふみさんにスピリッツの表紙を撮影していただいて、あのその撮影で初めましてだったんですけど、初めてお会いしてお人柄であったりとか、あの本当に一つ一つの撮影の中であの所作というか手のここの指先までポージングをアドバイスしてくださったりして、あの本当に楽しい撮影でしたし、またいつか撮影などでお会いできたらなって思ってます。1年前の写真が結構もっと昔に感じるというか、自分の中でもすごくこの1年は変化があった年なんだなっていうのを実感しましたね。なんかこの1年でパーソナルトレーニングを通うようになって、あの結構毎回の撮影にかける思いも結構大きかったりしたので、なんか見てくださってる方がいるんだなって思うとすごく嬉しいですし、またあの今期今年も2020年もあの感謝を忘れずにこれを糧にして頑張りたいなって思います。コミック誌だとあの雑誌によってあの見てくださる年齢層であったりとか、あとは雑誌のあのテイストとかが全然違ったりするので、あの可愛く撮ってくださる雑誌もあれば、なんか綺麗に撮ってくださる雑誌もそれぞれ雑誌の媒体によって全然違うので、あのそこを意識しながらあの撮影中は表情であったりとかポージングとかはあのやらせてもらうようにしています。はい、まあパーソナルトレーニングに3日に1回ぐらい今通っているのと、あとは本当にもうそこに行ってカメラマンさんと今回のテーマについてお話しさせてもらったりとか、その現場の空気感を大切にしようと心がけてます。はい、筋肉痛が治ったらああ行かなきゃって思いますね。お腹とお尻を最初はメインにやっていて、最近はあの腰とかもそうですけど、あのデコルテとかこの腕周りがあのお芝居でも見えることが多いので、今そこをあの綺麗にしたいなと思って頑張ってます。はい、一昨年はカバーガール大賞を取らせていただいて、去年はあの数にこだわらず自分の中で甘いペースに一つ一つのこう質というか、自分の中で体型管理であったりとかポージングだったり表情とか あの幅を広げていこうっていう意識をしながらやってきた1年だったんですけど、あの海外で撮影させていただいたりとか嬉しい1年でした。毎回勉強させてもらっていて、あの本当に監督さんだったりとか先輩の皆さんとかに支えていただいて、あの毎回楽しく、悔しい思いもたくさんしますけど、でもそれ思いをできることが今一番すごく幸せを感じていて、あの今年はよりもっと深く追求できたらいいなって思ってます。今今年で20歳になったので、まあ、今までの自分を毎回超えていけるような撮影を日々できるように努力したいなって思ってますね。あとはあの同性の方にも応援していただけるようになれるように、あのそうですね、体力、あ体型意識
体型作りとかももっともっと気をつけていきたいなって思ってます。はい、大原優乃です。皆さんのおかげで、コミック部門を受賞することができました。本当にありがとうございます。今年もですね、皆さんを、笑顔にできるように、日々努力していきたいと思います。これからもよろしくお願いします。